ケー、ここ左。おーっと、止まって。あー、なるほど、右側から来ないと。右側っていうか、ここで U ターンしないとダメですね。いろんなミッション考えるよな、本当にこのゲーム作った方も。よくできてるわ。遅くなってすいませんでした。初めてなんで仕事をするのは。渋滞悪くないといいけどな。約1キロ行くのに3時間かかったって言った。今1キロって、まあ1キロか。前の運転手はどうしたの？好きだったのにさ。なんでお前たち全然笑わねえんだよ。確かに笑わないわな、バス乗ってる人は。ハワイでもよくバス乗ってましたけど、しんどい顔してました皆さん。誰かおならしたか、くせえぞ。遅いから早く乗ってください。みんなすごい真面目に運転してんのかな、このゲームプレイするとき。見てみたいよな、ちょっと見てみよう今度。左。あー、警察が。すいません、すいません、すいません。警察の目の前で撃ったけどよかった。手配書上がんなかった。危ねえ、危ねえ。ハンバーガー屋があるな。ハンバーガー屋？あ、こいつっぽい。遅いじゃねえかよ。お前、ミスターペニーか？あー、もういいよ。えい、待って。町のせいだ、遅れたのは、みたいな。バス乗るんじゃないの？これはアサシン。皆さん、待ってください。こんなんトラウマだよね。いきなりやられたら、バス乗っててガーンつって、人踏むとか言ってね。よっしゃ、スポーツカー来た。これスポーツカーか？どうだ？うまくいきました。これ銀か。いいね、いいね。そしたら。結構メインのはやったからキャラ変えようかな。あ、出ないと変えられないんだっけ。どうしようかな。マイケル行くか。メインのなんかあるかな。Everything hurts. なあ、体中が痛いぜ。OK。ミッションある ?T ってなんだっけこれ。カーウォッシュ。車洗う？あ、ある。これだ。OK。行くか。I should be doing period dramas, not this reality show. この車もらおうかな。早そう。Let's go! セバ100円さん、グラセフで同じこと3回言ってますよってこの前言われたんですよね。なんか車の運転に関してだったかな。なんか恥ずかしくなっちゃいました、そのコメント見て。もう自分おっさんだなと思って。子供の時によくなんか年上の人が同じ話を何回もするわけですよ自分に。なんか
なんでこの人前これ俺に言ったのにまだ覚えてないで言ってんだろうって思ってましたけど、いざ自分が同じことをこう他の人にしてると恥ずかしいですね。その話していたことが何だったのかも覚えてない僕はもっとやばいですけどね。いやー本当に年取るとこうなってくんですね。本当説教垂れないように頑張ろう。同じことをこう言わないように、しかも言ったとしてもぐだぐだ同じことを延々と長く引き延ばして話すんじゃなくて簡潔に言えるようになったらいいかな。嫌ですよね、俺も嫌だもん、ぐだぐだ言われるの。それその長い説明いりますってよく思ってますよ。そうならないように気をつけないと。やっぱ30過ぎるぐらいからそういう話するようになってきちゃうのかな。いつもこうなんだろう、頭を鍛えとけばそんなことになんないですかね。どうすればそういうことになんないようにできるんだろう。お恥ずかしいぐらいです。こいつの車パクりてえな。こっちか、あ、裏に行っちゃったのか。お、久々じゃねえか。これはなんだ。あれだよ、仕事したいって言ったじゃん。これが仕事だよ。で誰に会うんだ。今わかるからさ。すいません、どうも。まさか、こんにちは。ミスターマドラッツを探しています。早く中に入れろ。どうぞいらっしゃい。パトリシア、パトリシア、なんか飲み物持ってきてくれるか。早くしろ。また会えてよかったよマイケル。こっちもです。僕の友達のトレバーです。座れ座れ。はい、来い。俺のことなんて言ったんだ。マーティンは私の昔の友達なんだ。本当のこと言え。マーティンはイカれてるやつさ。俺を殺そうとしたんだこいつは。その通り。まあ、昔は人々は俺を怖がってたんだけどな。最近はそうでもないのさ。俺のいとこあっただろ。俺のいとこは俺に対して裁判で悪いことを言おうとしてるんだよ。だから俺のために殺してくれ。え、そんなことなんでやんなきゃいけないんですか。何をしてほしいんだ。こいつがターゲットだ。ハビエアだ。リバティシティから出てくんで、こう今日の午後。それあいつが持ってるファイルが必要なんだ。空港で見てるやつがいるから、そいつが飛んだ時にそれを撃ってくれ。そしてファイルをもらってくれ。お金は？お金は？取ればいいから行くぞ。まだ飲み物いりますか？もう遅いんだよ。よし、なんか車を見つけてきてくれ。俺は拳銃を手に入れるから。あ、もう帰られないね、この時ね。もうマイケルでやるしかない、ね。じゃあ乗せてくれよ。乗せて乗せて。俺もなんか必要だったら言ってくれ。ヘッドセットで乗れないじゃん。やっぱ乗れないんだ。一緒に行きたかったのにな。とりあえずだ、拳銃を俺は手に入れなきゃいけないんですね。まあ、要はなんか裁判で彼のいとこがまあ悪いことを、彼に対して都合の悪いことを言うんで、トレバーとかってちゃんと運転していくのかな。あ、いなくなってる。消えた。どこに行くのか追いかけたかったのにな。まあ、いや進めよう。右、
百円さん運転少し上手くなりましたねって言われるんですけど、自分で実感ないんだよな。あ、マイクいるか。ドートバイクを手に入れたぞ。まだ目的地に着いてないから、とりあえずそっちで落ち合おうぜ。なんでお前が俺をあそこに連れてったか分かるぜ。理解できた。何が分かったんだよ。あいつがイカれてて、お前たち同類ってこと？とりあえず仕事があるんだぜ。俺たちは働く必要はないけど、まあお前のやりたいことは分かってるよ。どういうことさ？アズテックだろ？We weren't casing the joint. We didn't agree to a fee for this job. So what's it all about? Okay. The guy lives well. あいつは金持ちだわ。That don't mean we're robbing him. だからあいつから盗まない。ただあいつは助けるやつに金を払ってくれるから。時間が来ればあいつは金払ってくれると思うよ。もし金を払ってくれなかったら俺が何とかするよ。あんな奥さんは金持ちのイカレ野郎にしかついていかないよっつってな。確かにあんなひどい扱い方されてちゃんと言うこと聞くのはおかしいよな。そうか、なんか銅像かなんかあの家にあったのか、それを売ったら何億にもなるよみたいなこと今トレバーが言ってたんですけど、マイケルがいやいやあいつから物を盗むんじゃなくて、あいつは多分こう恩を売れば金をくれるよみたいなことを言ってるんですよね。そういうことか。まだお金もらってないんですね、彼からいろいろ仕事してあげてるけども。まあ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 、どうなんのかな、最終的に金払ってくれるのかな。バン、あ、あった、バンがある、近くにいるか。そんな遠くない。飛行機を撃ってくれ。何これ。何これ。え？どうすんの？おお。If you could see this gun, it might convince you Martin Madrazo ain't someone to be messing with. 拳銃見たら感動するぞ。あいつとは喧嘩したくねえな。いいからジェットを落とせ。Aim for the red target. Calculate to compensate for the distance. あ、赤いターゲット撃てって。どこ？ I'll pass downtown. The jet's moving. Gotta give a lead. どこ？え？あれか？違うよ。遅くなる前に撃ってくださいっつってんな。え？赤いドット？どこ？あ、いた、これだ。え？ああ、空港に近づきすぎたっつってるの。